日本の一番やばい町や地域を教えてください。日本で自分の身を守るためには何らかの防衛術の練習をしてますか？ Japan has got a reputation as being one of the safest countries on earth. While that may be true, that's not to say there's no crime at all. In this video, we're going to be asking Japanese people where they think the most dangerous place in Japan is, and also how to protect yourself when you go there. Walk with me.日本の一番やばい町や地域教えてください。やばい町、やばい町、西成地方ですかね。西成ってどんなところですか？はい、やっぱり日雇い労働者が多いところですかね。はい、どのようにやばいですか？まず町がやっぱりあまり綺麗ではないし、犯罪とかの縁でも、まあ、安心して暮らせる場所っていうイメージがない。なるほど、綺麗ではないということで、多分外国人観光客がそこに行ったらびっくりするかもしれない感じですか？そうですね、日本のイメージをその方たちがどういうふうに思ってるのかはわからないですけど、はい、なるほど、じゃあみんな西成旅行へ行ってください。はい、東京、あそこ、東横、新宿じゃなくて、何でしたっけ、あそこ、歌舞伎町、聞くんですよね、いろんなやばい話。歌舞伎町が一番薬とかも出回ってるって聞くので、一番やばいかなと思います。日本はまあやっぱり安心安全というイメージ、そしてまあ事実でもあるんでと思うんですけど、犯罪の話を聞くときはどういう犯罪が多いイメージありますか？最近は結構殺人とかもニュースで流れてるので、結構増えてきたのは殺人とかかなと思います。確かに多いですね、最近。特に印象に残った最近の殺人事件ありましたか？北海道のすすきののお医者さんの娘さんが殺したっていうやつです。グロいですよね、めちゃくちゃ。多分聞いたことのない外国人が多いと思いますんで、まあ覚えられる限り教えてもらっていいですか？何があったんですか？内容、娘さんが男性の頭部を切断して実家に持ち帰って家族で隠蔽してたっていうニュースです。やばいですよね、ほんまに。多分それをまあ日本であり得るとはと聞いたらびっくりする外国人が多いと思います。そうですね、行ったことないですけど、イメージとしては東京の東横界隈って言われる場所ですか？どういった場所なんでしょうか？おそらく未成年とかがやっぱり手を歩いて、おそらくコミュニティを求めて戯れてるような場所だと認知しております。でもカードイメージは、尼崎とか、なんか西成、あんまり言えへんけど西成区とかちょっとやばそうですね。東京の歌舞伎町とか。確かにゴミゴミしてる。そこにどんなことがあるんですか？尼崎はあれかな、ホームレスとか、不労者、とかが多いかなって感じです。外国人観光客がそこに行くときは気をつけるべきところありますか？お金とか求められたりするかもしれんけど、もう無視、話しかけられても無視するとか。あんまり聞かないですね、そこまで治安が悪いところって今はないと思います。私は前の時は東京の方で、2年間ぐらい住んでいました。歌舞伎町の方が治安がほんまに悪いと思いますので、道の方で、その環境もあまり良くないですけど、ゴミとか、その道の両方でもう、時々見られていますので、そしてあそこ泥棒とか、ちょっと怪しい人にも時々出ているので、大阪の方で多分日本橋と難波の方であそこあんまり良くないと思います。でも他のところが大丈夫だと思います。はい、西成。西成ってどんな街ですか？ホームレスがいっぱいいます。西成旅行とか、行ったりしますか？行ったことない、あんまりないです。避けるかな。はい、あえて避けるようなところ。ちょっと危ないかもしれない。自分は何らかの犯罪被害に遭ったことありますか？犯罪被害、痴漢ぐらいですね。
痴漢、はい、それはやばいですね。その経験について教えてもらっていいですか。あの何があったか教えてもらっていいですか。痴漢ですか。あ、電車で、お尻を触られるとか、そういうことぐらいですね。その時その気持ちはどうだったんですか。怖かったですね、うん、はい、何かを言ったりなんか警報を鳴らしたり。たまたまあの近くにいた女性が助けてくれたんですよ。海外の治安に対してどう思いますか。どういうイメージ持ってますか。例えばアメリカ。アメリカ、あ、今大統領選でわちゃわちゃやってるんで見ててハラハラします。トランプさんが暗殺されかけたのを見て、でも助かったので、やっぱりこの人運がいいな、持ってるなって思いました。それを見てその動画ですね、どのように感じたんですか。びっくりしました。もう、あ、日本では安倍さんが暗殺されちゃいましたけど、トランプさんは生き残ったのところを見て、あー、すげえやっぱりって思いました。東京の東横、東横、なんか家に帰りづらい子たちがなんか薬飲んで決めてるみたいな。未成年飲酒とか、やっぱ男性に向けてこう女の子は体を売る場所みたいなの結構イメージありますね。最近ニュースとかでも結構話題になってるんで、気をつけた方がいいかな。なるほど、薬おっしゃいましたけど、多分外国人のイメージでは日本では薬が少ない、ドラッグが少ないですね。あの、まあ、個人的にはどういう、どれぐらい使われてるか、どういう認識ありますか。あ、なんか市販薬、手に入れられるような市販薬をたくさん飲んで頭がぼんやりしてるみたいな、そういうのをやってたんです。一番おすすめの市販薬ありますか。一番おすすめの市販薬ありますか。いや、そこについてどの薬がいいかは分かんないです。全然詳しくないですね。なるほど、私ビールが好きです。ビール、全体に安全だとは思うんですが、大阪で言えばやっぱり下町の方がちょっと雰囲気が違って治安が悪いかなとは思いますけれども。下町と言ったら、あの、地名教えてもらっていいですか。やっぱり天王寺方面のちょっと横に入ったあたりかな。南の方ですね、うん、そうそう。そしてそこにはどういう、まあ、治安の悪さがあるんですか。定期的な収入がない人、それから、孤独な人、それから過去になんかちょっと自分の思う通りいけへんかって外にずれた人とかがいると思うけども、相対的には治安はいいと思います、うん、その辺がちょっとあの北と比べたら南の方が暗いかなと思いますね。犯罪の話を聞くときはどういう犯罪が多いイメージありますか。性犯罪とかそういうのが多いかなと思いますね。盗撮とかそんなのやっぱよく聞きますね。なるほど、陰湿な。そうですね、陰湿な、はい、うん、盗撮をしてみようかなと思っている視聴者にアドバイスはありますか。してみようかなと思っている人に、うん、したっていいことないし、それやったらお金払ってそういうお店行ったらと思います。特におすすめの店ありますか。ないです、それは。日本で自分の身を守るためには何らかの防衛術の練習をしてますか。遅い時間歩かないとか。あ、そう、女の人はもう絶対一人で道とか歩かない方がいいかもしれない。なるほど、日本でも、まあ、めちゃくちゃ安全と言われている日本でも、うん、あの、まあ、真夜中に女性一人で歩くのはちょっとやばい。危ないですね、絶対危ない、どこでも、うん、そういった、まあ、南大阪方面みたいなところに行くのにあたっておすすめの、これ外国人向けなんですけど、おすすめの防衛術ありますか。まあ、あのそういう人はあのプライドもそんなにあんまりないし、気さくに話していけばある程度のことは日本人としてはやってあげたいと思うんじゃないでしょうか。あの日本に行こうかなと思ってるんですけど、はい、ヤクザが怖い外国人にアドバイスありますか。まあ、普通に過ごしてたらそんな出会わないと思います。はい、会ったことありますか。いや、ないですね。はい、いや、僕も見たことないんでちょっとあれですけど、ヤクザはまああの多分そんな問題なく来てもらったら大丈夫です。あくまで多分ゲームとかアニメの世界の話なんで、あのぜひ楽しんできてください。ヤクザは基本的にあのこっちから手出さなければ何もしてこないんで、はい、あの大暴れとかしなければ大丈夫だと思います。な、治安悪いとこ行かなければ基本的にいないかな。ヤクザ今まだいます。どうでしょう。見たことないです。僕、痴漢をしてくる人にメッセージありますか。あ、怖いのでやめてください。
私は全ての女性が内から輝けるような活動をしていますので、ぜひインスタ見てメッセージください。よろしくお願いします。サブスクライブトゥインタビューインジャパン。サブスクライブトゥインタビュージャパン。サブスクライブトゥインタビュージャパン。